大子さん、こんにちは。こんにちは。太平洋クラブ成田コース、アウトコースやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ今ね、まあ、ちゃんとちょっとバンカーショットを練習していて、まあ、少しまっちゃんも変われるきっかけが少しつかんだのか。はい、うまい人ってはいバリエーション多いっすねって話から。いやまあでもね、なんか先日この成田でさ、はい、まあ近辺でこうね、先輩のプロで太田雄一プロ、はい、ね、太田雄一プロはちょうどもうすぐ50歳になるのかな。そうです、今49とか50歳なんですけど、もうミニツアーね100何勝と、はい、すごい鉄人のような先輩プロがいるんですけど、はい、まあ、この間もね練習場でまっちゃんね少しこう教えてもらったりして、はい、本当君は恵まれてますね。いろんなプロにね。いやもう本当に優しい先輩プロが多くて、ね、もう本当に教えてくださいって言ったら、うん、もうみんな何も隠さず、そうだね、もう本当にゼロから教えてくれるので、うん、まあ、今日は僕はその教えていただいたことを、そうだね、中心的になんかこうやっぱり当たり前のことができてないっていう風に指摘を受けたみたいで、はい、まあ、そういうのもこうやりながらね、まあね、ゆういちさんに教えてもらったりだとか、こうみきくんに教えてもらったりだとか、いろいろこう含めてね、ちょっと取り組んで、はい、いければいいなと思いますけど、まあちょっとこう成田コースではしっかり練習、ミッションとしてもいいから練習という形で頑張っていきましょう。はい、では今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ僕はちょっとシャフト転生に戻しまして、僕の今のテーマは、右サイドで全部さばく、はい、要はこのここのいつもは結構フォローで玉筋分けてたんだけど、そういうイメージありますよね。もうこっちで玉筋をも作る、はい、っていうイメージを持ってフォローは出せ、でもここでどういう風にくればフェード、はい、ここでこうすればドローみたいな感じで、こっちはもう本当におまけみたいな感じでちょっと最近も取り組んでて、それをちょっと試していきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。左サイドちょっと今捕まえ気味ね、捕まっていきましたね。うん、ワッホーさんのルーティンにはあんまりない、こう打つ前にこう、そうだね、こっちのイメージを大事にして、はい、どう降りてくるかをちょっとかなり意識して、はい、なんかあんまり、まあやる選手もいると思うんですけど、うん、あんまりないよね。俺はフォローでいつもやってたからね。だからあんまりここのイメージはないってことですね。なかったね。なんかそういうルーティーンも変わるから面白いですもんね。面白いね。ただやっぱり気持ち悪いけどな、やっぱり。あ、やっぱそうなんですか。うん、まあそれはそうですよね。今までと逆のことやってるからね。でもどっちも大事ってことですよね。両方必要なんじゃないかな。だから今はちょっとそれに取り組んでるって感じ。わかりました。うん、僕は当たり前なことで、はい、当たり前体操体操できないんですけど右向いて、はい、フェースを、まあ、フェースは、はい、真ん中向けます、うん、アドレスは右向いたら当たり前に、はい、フックするよねっていう、しますよね。それが、まあ、しないんだよね。僕はあんまりしない、うん、まあしてもちょいドローぐらいな感じで、うん、言ったらセットしてることとスイングがマッチしてない、うん、っていうことなんで、まあ、それをマッチさせるためにも、まあ、今日は右を向いて、はい、当たり前にフックを、わかりました、打ちたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。やりすぎた、うん、まあ、あのミスは OK です。はい、ちょっと僕はもう一球、はい、あれはまだいい方です。いい方なんですね。はい、まあ、当たり前にフックしていったと。フック、まあ、ああいうフェースもかぶしてるから、うん、ドライバーだとああいう球のミスが出るらしいんですよ。まあ、ロフトはないもんね。はい、なのであれは僕の中でだいぶ進歩してる方だと思います。
お、ドローヒッターのような。まあ今はいいドロー打てたね。ナイスショットです。うん、まあ、じゃあもう一球いきますか。ありがとうございます、うん、なんかドローヒッターのようなこの右に出てフックでしたね、はい、だからこのダウンスイングの方を結構意識すると、はい、やっぱり今みたいに打てる、打ちやすい、はい、打てる可能性が出てきたみたいな感じ。やっぱだからどっちヒッターかにもよってその意識って違うかもしれないですね。でこれはやっぱり僕もミキ君に教わった、はい、やっぱりドローヒッターほどここがダウンスイングで閉じてくるっていう、まあ、あれをすごいヒントに、はい、イメージして、まあ、そこで捕まってればフォローで捕まえる必要がないっていうのを。確かに今打った後すごいもうこうなってましたもんね、うん、やっぱすごいですね。やっぱセンスですかね。はい、あ、自分の、はあ、やっぱりいや、さっきの話も面白かったですけどね。やっぱりできちゃうっていうね。さっきの話も、さっきの話なんかあったっけ。え、いや、和子さん両方打てるんですねって。確かにね。なんでツアー行かないですか。じゃあもう一球いきます。はい、あれはあんまり良くないんですよね。まあ、まっすぐ行ってるもんね。そうなんです、あれが出るんですよ。あれは結局、はい、まあ、一番最初の頃、その教わった最初ってもちろんできてない頃じゃないですか、うん、に出てた、まあ、一番言ったら一番いいショットっていうか、はい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 、あれ以上フックすることがなかったんですよ、うん、それってまあセットアップしてることと、はい、まあ、実際に起きてることがまた違うから良くないよねっていうことだね。で、あれは球だけで見るといいんですけど、うん、僕がやりたいこととしてはあんまり良くない。良くないってことね。はい、まあ、治ってないというか。そうね、はい、当たり前だ、これ和子さんからしたら当たり前だと思うんですよ。いや、なんかさっきアイアンでそういう話してて、はい、まあ、なんか右向いてフェースかぶしたらフックしますよね、はい、左向いてフェースをスクエンして、まあ、当たりのところ見てたらセッしますよねって言われて、はい、いや、そんなの誰でもするだろうと思って。そうですよね。しますよね。うん、するじゃないですか。誰でもすると思ってる、まあ、僕もすると思ってます、うん、で実際にそのどうやってじゃあフックっていうのをスラスラ打つのって話した時に、うん、まあ、一応そういうことをやってはいるらしいんですけど、うん、まあ、でも基本でも僕ってあんまそう曲がっちゃったわったとしても、うん、なんか狙って右からすごいフックとか、うん、まあ、和穂さん一緒にゴルフしてて思うと思うんですけど、うん、まあ、あんまり打たないというか。そうだね、まあ、やれないっていうのが事実なんですけど、うんうん、だから結局やろうとしてることと打ったらできてないってことは、はい、まあ、それはミスショットなわけじゃないですか、はい、今のも右にドローボール打ってましたけど、あれはだからミスショットなんです。ミスショットなね、はい、やろうとってフックさせようと思って打ってんのに絶対させないといけないのにしてないっていう、はい、だから結局そういうところも、まあ、アイアンのやっぱりそういうグリーンを捉える、うん、捉えないっていうところの、まあ、一番の原因なんじゃないかなと。やろうと思ったことができないっていうのは、ね、うん、いいショット打ってもいい結果につながるとは限らないわけじゃないですか、うん、ゴルフって、うん、やっぱりその自分が思った通りの球を打たないといけないと思うんですけど、はい、僕はそれがやっぱできてないんで、うん、当たり前のことが当たり前にできてないと。そうか、まあ、はい、まっちゃんさ、まあ、ドライバーで今ね、多分ドライバーが多分一番難しいと思うんだよ、それって。あ、そうですね、はい、だもしさ、やっぱりそのゆういちさんに教えてもらったこととか、はい、ね、徹底的にやっていくなら、ちょっとやっぱりスペック的には硬いと思うよ。あ、シャフトがですか。シャフトと、うん、やっぱりもう少しロフトがあって、ロフトがあってシャフトはやっぱり柔らかくしないと、はい、やっぱりスピン量少なくなるから、潜っていつまでたってもチーピンになっちゃって。あ、そ、まあ、これはでもあくまでその、うん、練習の一つというか、自分のその感覚 のあれってこと。はい、そのそういう風にセットアップしたら、うん、その球が出なきゃいけないよねっていう。それだけだったら、はい、だからその別にそれでスイングを作るとかはじゃないんだ、とかではないんですけど、はい、だその逆、そのフェードも左向いてフェース開いたらフェードするスイングじゃないといけない。そういうことね。はい、ちょっとボール探しましょう。はい、
はい、抹茶のボール見つかりまして、ここまでボールを持ってきました。はい、はい、手で持ってきました。手で持ってきました。はい、じゃあ9番アイアンで、はい、お願いします。140ぐらい、130ぐらいですかね。うん、130か、130だね。ピンがなんかちょっと奥目っぽいんで、9番なんでちょっと右からドローでいきたいと思います。えい、まあまあですね。まあ今のはかなりいい感じの球が打てました。うん、岡本さんラフですか。はい、僕今日クラブ11本入ってるんで重いっす。もうあのウェッジでまず4本、ウェッジ新旧合わせて4本にウッド系が、今日は4ホールまでにしてください。僕も同じぐらい、130ぐらいで、9番アイアンでしたいと思います。はい、ここでねフェースをこう ここでやっぱりミキ君の言う通りやろうとするとちょっと胸が右向いとかないとできないなと思ったんで、それを試してます。うん、ダン、ナイスです。はい、ありがとうございます。感じがやっぱりワッホさんのバンカーからのショットを見る感じだと、うん、今のはあのですね、あんまり手を、うん、あ、クラブヘッドを離していかないっていう方ですよね。今のはもうそうだね、そういうことですよね。そのちょっとね、何言ってるか分かんないと思うんですけど、あの僕たち本当に動画に、ま、絶対映せない、マル秘練習があって、はい、そのマル秘練習を2人でしてたんだよね。してました。もうこれ絶対映せないんですよ。絶対映せないです。絶対映せないんで、いつかあのそういう練習の場があればそちらの方でやりたいなと思うんですけど、はい、これはね感動すると思いますよ。自分で言いましたね。いやでも、いやでも僕はやっぱり、うん、あ、両方打てるんだと思って。まあそれはそうなんですけど、まあね、それはそうなんですけど、うん、なんかあの両方打てるところにちょっと悔しさもありながらもすげえなっていう、まあ、何なんだろうね。はい、いや本当にこれを生かす場に行きたいよね。いや今年こそは。いや本当そうですね。ただ今年さ、本当まあファースト QT 始まる前にも言ったけどさ、まあ、ゴルフできない期間が長くあったから、はい、言ったらもうここプロになってもう十何年、もうそれこそ研修生になってからでいうともう17年こっち来てから、あんなにクラブをゴルフをしなかったのは今年初めてっていうかね、だったから、いやかなり今休養してましたからね。本当にこう一番下からこうただこう今できるようになってるだけ、上がってきてるからさ、はい、それだけでもなんかこう いいというかね、もう気持ちはもう前向きですよね。まあね、ちょっと先じゃあ行きますね。ただまあやっぱり、ね、右肘が治ったとはいえやっぱりいろんなところが痛かったりするんで、それは少しケアしながらじゃないと、ランニングしないといけないんじゃないですか。肘痛めない。もう体のバランス整ってますからね。整ってるかな。よし、まあ右肘から始まりね、こういろんなところをこう右肘から左肘に交互に来ないこと。そうだね、まあ左は少しね、うん、こう前腕が痛かったりするんで、でもそういうところから来るからね、危ないですよね。うん、だからそれ突然来ますもんね。何かのきっかけで爆発するから、ちょっと今はあんまりこう球打たないようにしてるというか、まあ練習場にももちろん行ってないしね。確かにそうですね。コースで少し打つぐらいじゃないと、球数、まあ球数制限するって話は前からありましたもんね。うん、これでまた QT 前になってバカスカ打って痛めたらどうにも なんないんで、まあでもあるあるの
ね、ことですけどね。今年はちょっとセーブしながら。ナースがね、ナースが。ナースが。はい。何パットかは分からないですけど、入れたい。御所からのプレーで進めてるんで、スコアつかないです。申告した御所からのプレー。申告した。前出ちゃってるし、アンプレでもない。まあちょっとまっちゃんカメラ持ってもらっていいですか。はい。まあ、皆さんもお気づきだとは思いますけどね、今日の僕のこの服装、これブローですね。はい。どこの服かなと、と思ってる方いると思うんですけど、これはあのヤスゴル TV のね、ヤスくんが、はい、ヤスくんがまあ販売してるウェアで、ブローという服で、でこれはまあちょっと本当にただ合ってるかどうかわからないんだけど、この服の、売り上げの一部を、はい、こうもう自分の利益のためにするんじゃなくて、こうなんだっけな、なんかこうジュニアのためだったかな、なんかこう若者のためだったかな、なんかそういう風に、はい、こうしていきたいっていうのをまあ言ってて、はい、でそれでまあなんかそういうのも聞いて、で購入して、でこれ L サイズで、あ、 L なんですね。そうなんですよ、なんか L と M ぐらいしか多分なくて、はい、すごい伸びるから、はい、ちょっと体格のいい人でも L で大丈夫ですよって言ってて、まあ L でちょうど、もう佐和子さんでもちょうどいい感じですね、はい、ちょうどいい感じで、まあすごい生地もすごい伸びますね、すっごい伸びるし、でまあ、僕たちもねウェア作ったりもこうするんですけど、まあ、早速これを持ってですね、知り合いの人のところ行って、この生地すごくないですかなんつってちょっと調べててくださいまさかの、はい、まあわかんないですけど、僕たちもこうだから、これとかさ、やっぱちゃん襟ちゃんとピリッとしてるしさ、本当いいですね、だから本当にすごい着やすいから、でなんかやっぱその肌触りもツルツルしてて、なんか気持ちよさそうですね。そう、これヤス君が言ってたんだけど、こうネイビーとかって、まあ、ネイビーとかグレー、まあ、これグレーはあったかなかったしないけど、すごい基本汗じみ出ると思うんだよね。汗じみ出ますね。出るじゃん、はい、これすっごい今汗かいてるんだけど、くっそ暑いから汗じみ出ないでしょ。お、見えないでしょあんまり。いや本当ですね。そう、これ汗じみが見えないって言ってた、安くんが。だから真夏で着てもなんかこうベタってなってるように見えないらしい。いやだからなんかさらっと見えますね。さらっと見えるね。でこれね、生地自体はそんなにすごい薄いわけじゃなくて、ちょっとこう分厚めなんだけど、はい、着てる感じがベタつかないし、こうまあ僕とかやっぱちょっとこういうの詳しくなってきたから、まあポリエステルと ポリエチレンジェルでできてるんだけど、はい、これ綿とかが入ってるとやっぱりベタってなったりするんだけど、ベタってなりますね。ポリエステルとポリエチレンでできてるから、すごいこう着やすくていい。まあなんだっけな、もう受注生産だったと思うから売ってないかもしんないけど、はい、気になる人はまあちょっとヤス君の動画のまあなんか問い合わせしてみてもいいかなと思います。多分これね1万1000円ぐらいだったと思う、はい、でまあ今ポロシャツって高いじゃない。高いですね。まあうちでもうさ7700円とかであれしてるけど、もう当たり前のようにこうやってモックネックでさ、こんだけこだわってさ、はい、やったら普通に2万円、2万5000円する時代じゃない。1万8000円とかしますね。それで1万1000円だから、まあ多分値段も抑えてあって、なんか売り上げの一部をちょっとなんかそういうところにこうして回していきたいって言ってたから、はい、俺はすげえなと思って。ちょっとこれ和子さんもうほとんど着てる可能性ありますね。俺あるね。俺はもうセカンドキューティーと聞けるよね多分あ、確かにその可能性ありますね。いやだからやっぱりさ、やっぱ着やすい服じゃないと、こう僕たちも着ない、まあ、基本的にはまあワホマツーポロシャツさ、もうほんと着やすくて、まあ、僕らが着やすいからね、作ってやってるんだけど、このブローのやつもいいね。なんかあとウィンドブレーカーみたいなのもあったんだけど、はい、ちょっとそれはね購入しなかったんだけど、僕はこのポロシャツ1枚だけだったけど、まあ、気になる人はね皆さんちょっと調べてみてください。
ほんと全然ヤス君に何も言わずに買ってるから、多分この動画をいつか多分見てありがとうございますって多分連絡来ると思うんだよね何にも言ってないから、多分もう相当びっくりするんじゃないですか、うん、いやもう本当にインスタとかにも何も上げてないから急に動画で来てね。いやでもやっぱりそういう記事がこう僕たちも作って、うん、ちょっとそのモックネックで、いやもうどんどんパクっていきたいと思いますよ今いやまあヤス君はねもともとまあそういうアパレル業界にいた人だから、はい、なかなかここまでの同じようなクオリティで出会うのは、なかなか無理だと思うんだけど、俺らは俺らで自分たちの着やすいいいものを見つけて、はい、どんどんやっていきたいなと思います。わかりました。じゃあちょっと準備しましょう。はいはい、2番ホールです。182ヤード、まあ、ピンはほぼセンター、打ち下ろし入れて多分175とかぐらいだと思いますんで、はい、6番アイアンで打っていきたいと思います。アイアンも同じ、風はアゲなんですかね。そう微妙だね、右からアゲンストですか。あれっぽいか、少し右狙って、方向。おお、ナイスです。いいよ、ざす。完璧っすね。やっぱちょっとアゲンストでしたか。いやー、どうなんだろう。なんか今の感じフォローっぽいけどね、右からな感じじゃない、さっきの一番のティーショットと。右からですね、うん、横風。こういう時やっぱりキャディだったらやっぱ3時から来てますって言ってほしいですか3時からっていうよりかは、はい、2時か4時かはっきりしてほしい。どちらかというとありかフォローかははっきりしてほしい。ああもう横は分かってますもんね。横は知ってると、はい、後ろか前ははっきりしてほしいいやー2時半いや分かんねえよさあ5番で、5番やん。まあ同じような感じでいきたいね。ワッホさんはもう、でもワッホさんはまあグリーンセンターに出て、うん、ドローぐらいでしたもんね。そうだね、狙ってたのはセンターよりやや右からちょっとドロー目。やっぱそうですよね、うん、僕もそこからドローで行ってこう落ちて、最終地点がピンかワッホーさんのボールぐらいだったら、そうだね、まあ、完璧なのかなっていう、うん、最終地点右 3m でもいいよ。 3m、4m でいいと思う、まっちゃんの場合は。じゃあもう右端から行く感じですね。うん、わかりました。これとかやっぱり金の台さんのあのショートをイメージして打たないと。右端からフック、ちょっとまた決戦ありますからね、うん、よっしゃ、あのホールイメージで右からフック。そう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 、そういう風に打ってほしいな。まあ、ちょっと当たりが薄かったけど、 いいんだよで、はい、まあ、今ここに乗ったけど、はい、やっぱりまっちゃんの場合はああやってこの左ピンとかは狙っていかないとダメだ。捕まりすぎちゃったでも、まあ、言ったらグリーン捉えてないといけないと。そう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 、俺はさあんまりバインってフックないじゃない、はい、どっちかって言ったら左にまっすぐ出るタイプだからあれだけど、まっちゃんの場合はどっちかって言ったらドローヒッターだからこうバインってフックしちゃうから、グリーンの外に出てもいいからフックしてきて、はい、ミスショットしてあそこいいショットして右 3m、はい、まあセンターのちょっと左側落ちて、うん、3m ってことですね、うん、もう一回打ってみる。はい、逆にあの球打てれば怖くないよショートは。そういうことですよね、うん、右からの風やっぱり。まあその太田さんの話なんですけど、うん、だからちゃんとフックならフックをさせなきゃいけないけど、うん、そうだね、しないから怖いんだね。右も左も怖くなっちゃう、うん、右向いたけど本当にフックするのかなみたいな。あ、そういうあれがね、ちょっとそういうところもやっぱあるので、うん、しっかりフックさせられるように。あれが出たらダメなんだね
あれが出ちゃうんですよ。あれ、いや今のはもうほぼシャンクみたいな感じなんですけど、ちょっと俺に出して、あれが出んだ。そのまあ今大きくフックを打とうとしてやってるんですけど、うん、やっぱ練習場で練習しててもあれがたまに出んの、出ちゃいますね。まあ俺が同じぐらいの狙うと、だってこうやって構えてんでしょ、要はフックっぽく。完璧です。 100% フックするけどね。右向いてちょっとフェースかぶしてたら 100% フックするんだけど、あれが出るんじゃ確かに怖いね。もう一回打つ？いいですか、ちょっとボールが、うん、じゃあちょっとボール持っていきましょう。はい、じゃあちょっともう一回いきましょう。当たり前ですよね。当たり前なんだけどね、そんなの。え、なんかちょっと俺の場合、ちょっとこう皆さんにアドレスちょっと見てもらおうかな。こうでしょ、だこう構えんだよね、こう構え、打ち出し方向こっちですよね、うん、でこれをこう入れてきたら 100% フックするんだよ。はい、でもこう当たってるってことか。そう当たってます。こうなんですよ、まっすぐはね。それをこうしてこうしてたら、で俺はちょっとこの遠側からこう入れてんだよ。俺は遠側からこう、遠側からですね。うん、だからまあこういうことですもんね。まあ遠側から入れてヒールから抜いてばフックするもんね、絶対。すみません、そうですね、遠を先に当てないといけないよ、イメージ的には。わかりました。分かってんの本当に。分かってはいるんですけどね、原理はね。原理はめちゃくちゃ分かってます、ね、難しいよな。いきます。そう、遠側ね。あー、遠側で当ててフックするけど、はい、あの音になるんだ。あの音になりましたね。あー、ダウンブローに入ってないからね、はい、だから右出ちゃうんだ。はい、それを話も、うん、もうだ、原理はもう全部教えてくれたんですよ、うんうん、まあ、今のはこうなってるから、今のはこうなってるから、うん、まあ、まあ僕もそういう感覚はあるんですよ、うん、あ、今のはこうなったなって言われたことも合ってるんで、うん、分かってやるんですけど、だからここからあとはダウンブローに、うん、まあでもダウンブローに打つ、うん、こうやったらダウンブローになるよねっていう話も全部教えていただいたんで、うんうん、あの頭には入ってるんですけど、実際それは体ではまだできないというか、まあそれが一番僕に足らない動きなんで、まあ今はできない動きだと思うんですけど、それ、まっちゃん、いつになったらできるの？いや、もうすぐできます。いや、そんなすぐとか適当なこと言わないでさ、まあ今日動画撮影してるのは9月の17とか17、はい、いつまでにできる？9月中です。9月中にはできる、はい、だから9月の終わりぐらい、まあ、10月の頭にはちょっと僕たちいないけど、はい、10月ちょっと帰ってきたら、ちょっとそういうちょっと動画撮影覚えてたら、はい、ちょっとテストだよね、はい、テスト、この2番ホールのこのからテスト、皆さん覚えててください、はい、近くなったら全然関係ない動画でコメント入れてください。忘れてると思うんで、多分10月のその頃にコメント入れてくれたら、僕たち動画撮るの10月の中旬とかになっちゃう。いや、だからなんかもらえればね、はい、うん、ちょっともう一回最後打って、打てるように絶対なります。原理は分かってるので、あとはそれを体が反応してくるようになるだけです。今はまだあれなんですよね、まあ、フックでいいんだけどちょっと煽ってる、煽り運転のフックなんだね、はい、そういうことね。そうですね、ここが大きな原因なんですけど、なぜそうなるかっていうことは、うん、頭では分かってます。頭では分かってると、はい、そういうことたくさんあると思うんですよ、うん、頭では分かってるんですけど、
体が反応してくれないというか、まあやっぱり今もう今のこのスイングで、うん、まあもう何年も積み上げてきたじゃないですか、うん、はい、その癖を、まあ、コースでやっぱりその癖をなくすっていうのはかなり難しいと思うので、うん、ちょっと本当にスイングのことでさ、あれなんだけどさ、はい、まあ、俺なんかはさ、ちょっと上から入れたり下から入れたりさ、はい、すごいスイング変わるじゃない、はい、まっちゃんのあの切り返しはやっぱり治んないのかね。切り返しは、うん、いや、治ると思います。治るの、あれは。あの、治るかどうかは自分本人。いや、あれって、はい、どうやったら治るんだろう。こうバックスイングしてダウンスイングした時にこう手が近くに立って、はい、こう今度それを寝かしていく風に、まあ、スイングしちゃうじゃない、はい、もう昔から、はい、あれってどうやったら治るのそれ僕に聞きます、うん、まあそこはですね、うん、まあ、それこそそのダウンブローに入らない原因はそこだと思うんですよ。まあそうだよね、間違いなく、うん、間違いなくそこだと思うので、うん、だからあとその、まあ、前にワッホーさんに言ったと思うんですけど、うん、結局インパクト感が変わらない限りはスイングは変わらないと思うって話を僕なんか昔したと思うんですけど、うん、多分僕の中で、まあ、さっきのあのマル秘バンカーの練習あったじゃないですか、うん、あれのやっぱああいうところから僕は変わるんじゃないかなっていうふうには思ってます。 あれさ、はい、ヘッドスピード20ぐらいで振っても変わんないの？変わりますよ。え20ぐらいで振ったら、はい、あの切り返しは治る？治ると思います。え、ってことは治せるよね。治せます。だから治せます。え、治せるのに、はい、え、そこをなんでこう、僕も、うん、まあいろいろレッスン、うん、あのトレーニングだったりとか、うん、そういうところで受けて、うん、ゆっくりだったらイメージできるんですよ、うん、実際それをスピードをどんどん上げていくと、うん、いつもの動きになっちゃうんです。へー、はい、でそこは僕も、うん、常に悩んでるところで。ちょっと待ってて。いや俺で言うとさ、まあ、これこうじゃない？はい、こういう感じで、これこうしようと思ったらできるじゃない？できますね、俺はとりあえず、はい、でも別にこうしてもこれでもあんまりスコアが変わんないんだわ、はい、だからまあ俺は別にこのままでいいかなと思ってんだよね、はい、でまっちゃんの場合はこうじゃん、はい、これさスッてこう20ぐらいだったらなんの？ヘッドスピードなると思います。え、じゃあ直せるんじゃない？いつでも。え、なんで？どういう風にすればいいんだろう。来てこうなるわけじゃない。はい、こういう感じ。はい、これえ、どうやったら治るんだろう。このイメージですよね。もう僕こうじゃないですか。普段は、普段はもっとだよ。そうだね、うん、じゃないですか、うん、え、そうやってこうですよね、うん、でこれが、うん、速くなるだけじゃないですか。こう速くなるだけ、うん、それは分かってるんですけど、まずこれだと、うん、当てられない、うん、飛ばないなんですよ、うん、だから言ったら20でしか振れないんです、うん、僕の中では、うん、それ以上速くすると全くできないし形が崩れちゃうんです、うん、でそれはもう自分の中であって、うん、だからそこの素振りの意識とかの練習もやってるんですけど、うん、で、あ、このイメージだなと思って動画撮るじゃないですか、うん、自分で見た時に全然違うなっていう風に毎回なってて、で僕の中ではある程度そういうこともで、最近でもまあラウンドの時は、うん、あのスイングのことを考えないっていう一つのテーマが僕の中にあるので、うん、まああんまりこうやんないんですけど、練習の時とかではこうだこのイメージだと思ってパーンって打って動画見たら
あ、違うなっていう。それ20ぐらいでやってたらダメなのかね、ずっと。あ、ずっとですか。うん、20、ヘッドスピード20ぐらいでもう練習、はい、まあずっとやってて、でまあコース来てさ、それ試すのってなかなか難しいと思うね、こういう撮影とかがある、はい、でも普段行ってる練習とかは20ぐらいでいいんじゃないの、どうなの。あ、もうそのそれでずっとってことですね。うん、だってそれだから、それで触れ、それの感覚がないわけじゃない。はい、だからとりあえず20ヘッドスピード20ぐらいだけど、そうやって触れる感覚をインプットさせて、はい、打った方がいいんじゃないのかな、わかんないけど。なんかちょっと今日っていう、まあ、今日はあれなんですけど、うん、あの明日からのその練習場の練習では、そう、なんかあれさ、いつまで経ってもあれ治んないじゃん、何をしても。そうですね、自分の中でちょっとずつ治ってきてはいるんですけど、うん、でも何をしてもさ、はい、変わってないわけじゃない。パーソナルトレーニング行ったりして、はい、もうレッスンを習いに行っても治ってこないってことは、自分で何かするしかないよな。今までやってこなかった練習をやるってなると、うん、まあ、確かにその20ぐらいので、うん、まあ、自分がだからできる範囲内のスピードで練習はやってこなかったので、うん、それはあのやった方がね、はい、ちょっともしかしたらいいんじゃないかな、わかんないけど。わかりました。俺はできると思うんだよね、まっちゃんはね。イメージは確かに、ゆっくり振るとイメージはイメージはねあるんですけど、ね、うん、スピード感をつけるとできないので、うん、まあ、逆に言ったらゆっくりなスピードから、そう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 、スピードをこう徐々に上げていく練習はしてこなかったので、うん、それはやります。俺はそのパーソナルトレーニングとかを、はい、やって体の動きがこうって教えてもらって、はい、でスピードが上がるようになりました、はい、上がるようになったり振れるようになったのはいいんだけど、今のスイングでしかスピードを上げられないんだったら意味ないと思うんだよね。確かにそうですね。そうじゃない？だってそれだと結局チーピンとかミショットが出ちゃうスイングでスピードアップしてるだけじゃない？まあ、スピード上がればよりそれが高確率になってきますもん ね。そうで、ヘッドスピードが上がれば上がるほどさ、もっとゴルフって難しくなってくるじゃない？本来難しくなります。もっと曲がるようになってくるじゃん、はい、でよりスイングの精度っていうのは大切になってくると思うんだけど、なんかそこをもっと変えて、だからわかんない、俺はそのまっちゃんのやってるパーソナルトレーニングとかさ見たことないからわかんないんだけど、はい、こうスイングさ、こう来て、まあスッとこうやって来る、はい、こうやって来るスイングをしても上がる、うん、触れるトレーニング方法なのか分かんない、はい、なんかでも今まっちゃん多分こういろいろなんかやって、はい、スピード上がってきたりだとか体も大きくなってきたからやれること増えてると思うんだけど、はい、でもこれじゃあさ、まずはそこが、ね、はい、いくらトレーニングしてもこれだとやっぱり活かせないと思うんだよね。スピードにはね、やっぱ乗りづらいスイングだと思うので、うん、そうだよね。まあ僕はだからまあその飛距離をもちろん飛ばしたいっていうことも、うん、まあ、先生にももちろん話してるんですけど、うん、僕が多分なんか一番疑問に思っていることが、うん、やっぱりワッホーさんとかでもちょっと振りこのホールロングで、うん、まあ、ちょっと届かせたいし振りたいとか、うん、まあそうやって思うこともたくさんあるじゃないですか、うん、でなんかワッホーさんってちょっとあって振りに行ったら、うん、それ通りに行くじゃないですか、まあ、ちょっとねちょっとまあ、うん、5ヤードでも10ヤードでも、うん、まあ、やっぱキャリーがこうやって出て、うん、なんか普段だと越えないバンカーだけど今のは腰に行ったとか、うん、僕ってなんかその
打って振りに行っても振りに行かなくても距離が変わらなくて、はいはいはい、で振ったら振った分だけちょっと当たりも悪くなって飛ばないっていう、うん、まあミスが多いので、うん、まあ、それって多分結構な問題だと思うんですね。そうだね、はい、だそれはもう先生に常にこう話してて、うん、こうやって振るとこういうかんなんか僕の中で力が抜けちゃう感覚なんですけどとか、まあ、そういういろいろな話して、うん、まあ、そしたらここがこうだねああだねっていう話はしてそういうトレーニングをするんですけど、でなんかさ、いや 俺全然分かんないんだけど、はい、こうさ、もしこういうマシンがあるとするじゃん、はい、ここになんかケーブルがあって、はい、これここからこうやって引っ張る動きってまっちゃんにはない動きだよね、はい、まっちゃんは今こうのこうだから、はい、だからもう形を先に作っちゃってさ、まっちゃんの理想とする形、はい、でここからスピードアップトレーニングとかすれば振れるなんないのかな。来てもうここに来たいんだよね、バックスイング、はい、バックスイングしてダウンスイングバーンって、でここからこう振るなんか引っ張るトレーニングとか、はい、した方が今日行くじゃないトレーニング行きますね。なんかまあ今もう半年ちょっと行ってて、はい、体も変わってきてるんだけど、スイングも多分変わってるんだよね、多分ちょっとずつ変わってると思うんだけど、はい、大きくは変わってないから、そうですね、なんかした方がちょっと視点変えて先生に質問してやったらもっといいんじゃない。わかりましたわかんないけどいやでもまあ本当になんか、まあ、逆にだから僕も、うん、まあこういう話を和子さんとやっぱしてて、うん、あの思うのが、うん、まあ、言ったら多分僕がもうこの選手のスイングになりたいですって先生に伝えた方が早いかな、うん、前もなんか言ってたよね、はい、うん、だからまあ僕、まあ、身長やっぱないんで、うん、まあ、身長のそんな低くない選手とかのスイング見せて、うん、もう僕はとりあえずこれになりたくて、うん、僕はこの球が打ちたいんですって確かに伝えた方が、うん、まあよりそのちゃんとした目標地点が明確になるんで、そうだよね、まあ、最短というか、まあ、いいスピード感でトレーニングとかもできると思うんですけど、今は逆に言うとこう、うん、いろんな方向のトレーニングというかこっちもあっちもっていうところは確かにあるよね、はい、まあ、先生は多分いろいろ考えてくれて、うん、先生この動画見たりしてないの？あ、見なかったりなんですけど、あ、まあ、先生は先生で多分めちゃくちゃいつもメニュー考えてくれて、うんうん、あのこういう時なんかやっぱ時期もちゃんと考えてくれてて、うん、まあ、QT 前の時期はこういうトレーニングとか、うん、その前まではこういうトレーニングがすごいいろいろ考えてメニューを組んでくれてやってくれてるんですけど、逆に言ったら僕自身のそういったこう強い意志みたいなのが、うん、そうね、多分ないせいで、まあ、その辺がちょっと曖昧なトレーニングになってるっていう可能性はあるよね。ありますね。まっちゃんがもっと意志出してさ、はい、こういう風にしたいんですみたいなね、もう切り返しで、まあ、その先生がゴルフ、ね、あのでもまあ有名な選手とかも見てたりするから、はい、詳しいと思うんだけど、で有名な選手ってうまいじゃないゴルフトレーニングしたら結果したら多分出ると思うんだけど、はい、でもその先生とかにもうこうじゃないと力が入んないスイングをやめたいっつって、はい、こうやって待ってきて普通に振ってこうスイングプレーに乗ってくるような感じでも力を入れたいって言って伝えて、はい、でそれでメニュー考えてくださいよみたいな、はい、分かんない 俺でも和子さんの、うん、いや分かります分かります、まっちゃんとその先生の関係値が分かんないから、はい、まあ俺は大体あの何をこう習いに行ったりだとかしても、はい、あの俺は自分が強いから、いやでもこれはこうなるじゃないですかみたいな、はい、だからそれはやりたくないですよとかね、そうなんだっつっても全然聞き流したりしてるんだけど、はい、まっちゃんはどっちかって言ったら言われたことを全部やるタイプだから、はいはいってなっちゃうけど、もっとなんかぶつけて意見ぶつけてやった方が早いような、わかんないけどね。まあでも本当にそれはやっぱりあるなとは僕もやっぱこう、うん、まあ、和子さんと話をしてて、うん、やっぱ感じた。どうなんだろうね、よくその有名な選手とかが来てた時期はさ、はい、その選手とかはさどうだったんだろうね。あ、まあでも、うん、先生よく話すのは、うん、まあ、でもやっぱ先生がもうその人の体をある程度理解 、うん、してるんで、うん、こういうミスが出てる時とか、うん、こうやって調子が悪い時は
まあ関節、まあ、この辺の筋肉やっぱ硬くなってるとか、うん、ここがやっぱこうなってるから、うん、こういうトレーニングでしていけば良くなってくるなとか、やっぱそういうのがもう見えてるらしくて、そうなんだ、はい、だからやっぱりそのこのそういうミス、そういうスイングになってしまう原因はここから来てるから、うん、ここの柔軟性、ここのトレーニングとか、うん、ここの筋力がやっぱり弱いとか、うん、とかっていうのを全部あれでして、全部はい把握して、じゃあ、まっちゃんもこういうことをあれしたいって言ったら全部やっぱ答えてくれるってことだね。僕もまあ僕もやっぱりそれなりにこう意見を、うんで、うん、あのだったらもっとこうだねとか、うん、やっぱここがこうだねっていう話して、まあ、そういうトレーニングももちろんしてるんですけど、うん、まあ、それが今のところは形として今はまだ現れてないというか、うん、それが結構少ないのか小さいのかなっていう感じはありますね。やれると思うかね。もう時間がないからね。僕には時間がないですね。半年やってきたからね、まずね、はい、まず半年やってちょっとしか変わってなかったら、やっぱりこっからの半年は大幅に変えていかないと、はい、ね、で変わる可能性あるからね、まだまだね、はい、まあ、ちょっとその辺楽しみに、まずはこのフック出るようになるな、9月中に出るようになると。これはでもこういうのも、うん、やっぱり体の悪い、そうだね、まあその自分がどう動いてて、うん、今の結果になっているかっていうことはもう全部頭に入ってるので、うん、まあ、あとはそれに向けて課題をこなして、はい、だからこうやって言葉に出すことによってもうねやっていかないといけないわけだから、はい、とりあえず9月までにはもうそれをひたすらやって、はい、っていうことだよね。そうです。でもまあそうやって目標があった方がそういいよね、はい、なんかやみくもに練習するよりね、それはやっぱり、まあ、このあと2週間ぐらいは、うん、まあ、濃い2週間が出せるよね。濃い2週間を過ごしたいですね。過ごしたいね、はい、じゃあそんな感じで今日の動画はここまでしましょうか。はい、ね、分かりました、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。